ガーディアン、一つ頼みを聞いてほしい。我々は火星から戻ったハンターに貯蔵庫から妙な声が聞こえたとの報告を受けた。ただのいたずらだとは思うが、火星はまだまだ過酷な環境であり、デッドオービットやニューモナーキーの調査団の活躍には期待できない。もしその貯蔵庫がカバルの新兵器、我々の脅威となるなら、これを排除するのはやぶさかではない。詳細はゴーストに送る。ガーディアン、見つけたようだな。何？マシンガンのフレームが喋ってるだと？そんなバカな。つまりそいつは俺を修理できる人間に合わせろと言ってるんだな。俺もそいつを見てみたいが、いや、バンシーに見せてやれ。あいつならきっと何かわかるはずだ。こいつはひどい、ひどく傷ついている。外見的にも精神的にもな。黄金時代初期に作られた銃は今じゃ考えられないような構造を持っている。こいつもその一つだ。黄金時代の遺物を探し回ってるあいつなら何か持っているに違いない。あいつに会ってこい。ずっと箱の中に入っていたんだ。肩慣らしが必要だろう。だが気をつけろ、ロケットランチャーを嫌ってるみたいだぜ。そうだな、500体ぐらい倒せば十分だろう。おっと、ヘビーウェポンの弾は俺から買っていけよ。あ、ですです、ありがとう。私を見つけてくれた上に君という素晴らしいマシンガンナーに出会わせてくれた神に感謝。かつての戦友を失い、私はボロボロになり、暗闇の中であの輝かしい日々を数えたもんさ。君が私を手に取った時、確かに君の中にトラベラーの光を感じたんだ。君とは長い付き合いになりそうだね。だから最後に私ことスーパーグッドアドバイスを修理してくれたバンシー巨匠に合わせてくれないかね。さあそこをまっすぐに行ったらフォールンたちの溜まり場だから、一気にまとめて吹っ飛ばしてやろう。見つけた、フォールンです、フォールンです。ていうかあいつはシャンクだな。ちょこまかうざいシャンクだな。瀕死の時に限って群がってくる弱いくせに名前だ。バンダルの野郎じゃねえか。すごいスナイパーで何の前のように嘘とされたことが。でも大丈夫、こいつらニョロニョロライフルしか持ってないんだ。どうしてない、経費削減。あんな大きな戦艦を持っているというのにこういうところが仕事しまうのか。まるでブラック企業だな。そこ倒しきれてない。出てきた、出てきた、ドリックス。そういえばドリックってどうやって見てるよねって。手を持ってエッセイに残しアプリで盗むカニを調べたところ、君たちがどうそれも何年でも昔言うドリアシンのような扱いのようだね。ガーディアン右だ。でもちょっと待って、フォールにしか出ないはずなのに、どうして貴族階級みたいなものが出来上がってるんだい。どうして、ねえゴーストさん、教えて、ゴースト、ゴースト。